何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは、抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど、読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの竜院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど竜院が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。受け取れ。それは。お主に渡してくれと。
頼まれた。ありがとうございます。受け取ります。どうした？私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。